団長ミルクです。よく寄せられる質問があります。俳優を目指しているんですが、泣くお芝居ってどういう風にするんですかっていう質問があります。私も俳優を目指している時に泣くお芝居の練習をしたんですけど、意外と泣くお芝居って難しいんですよね。私が俳優を本格的に目指したのは高校2年生の時で、大学3年生の時に俳優養成所に行って本格的に演技の勉強を始めました。また劇団四季に入団してからもお芝居のスキルアップをするために毎日練習を積んできました。そうした自分の経験から、こういう風にすれば泣く演技ができるんじゃないかなって発見をしました。そこで今回は、演技初心者でも簡単に分かりやすく泣くお芝居について説明しようと思います。ということで、今回のテーマは、泣くお芝居ってどうするの？です。今回はこんな風に動画を説明していきます。本番までに時間がある場合、本番までに時間がない場合、上級編の泣くお芝居、 NG な泣きの芝居、今後の課題、これからこの5つのポイントで動画を説明していこうと思います。まず最初に、本番まで時間がある場合です。例えば1ヶ月先に舞台で泣く演技がある場合とか、オーディションのために泣くお芝居をする必要があるとか、数分後に泣くお芝居を求められている場合じゃなくって、もっと準備の段階がある場合、どういう風に泣きのお芝居を作っていくかについて最初に説明したいと思います。どうやって涙を流せばいいんだろうって頭がいっぱいになる人も多いと思うんですけど、大事なのは泣くお芝居よりも前のお芝居の方が重要なんです。もし涙を流すことにこだわっていたり、泣き顔を作ろうって、眉間にシワを寄せてこういう風な顔をしてみようみたいな表面的なことにこだわったら、なぜこのキャラクターが涙を流すに至ったのかっていう理由を考えもつかなかったと思うんですよ。そのシーンにあった涙を流すためには、なぜこの登場人物が涙を流したのか、その理由の部分をすごく大切にすると、シーンにぴったりあった、キャラクターにぴったりあった涙が流せると思います。何かしら理由があって涙を流しますよね。例えばドラマとか映画に感動して涙を流したり、すごく仲良くしていたお友達と喧嘩をして涙を流したり、大切なペットが亡くなって涙を流したり、涙を流すのって何かしら理由があると思うんですよ。どういう風にしたら目から涙が流れるんだろうっていうことではなくて、なぜこの人は泣くお芝居をするに至ったんだろうっていう理由を考えてみましょう。例えばオーディションで泣くお芝居を求められる場合は、事前にどういう設定で涙を流すのかって説明されてると思います。涙を流すと一概に言ってもいろんな涙があると思います。どういう涙があるかわからないっていう場合は、ドラマとか映画とかで涙を流している俳優さんを見て、この人はなんで涙を流してるんだろうってを想像するといいかと思います。あと、自分がどういう風な涙を流していきたいかっていう演技プランを考えるのも大事です。例えば私が劇団四季のサウンドオブミュージックでシスターマルガレット役をしていた時の話を例に出してみようと思います。台本には涙を流すって書かれていなかったんですけど、このシーンの流れからして涙を流すのがキャラクターに適していると思って、私は涙を流す演技プランを立てて涙を流しました。どういうシーンで涙を流したかというと、私の役は主人公のマリアのことを擁護する立場の幹部シスターだったんですね。修道院の中のお話だったんですけど、修道院の中で本当に可愛がっている後輩のマリアがいて、そのマリアが愛する人を自分の力で見つけ出して、愛を自分の力で勝ち取って結婚式を修道院の中でするシーンがあるんですけど、マリアが結婚式で花嫁姿を見て、まあ、涙を流したんですよね。そこで私が感じたのは、娘のように大切にしているマリアが愛する人を見つけて幸せを見つけられたんだっていう親心の涙もありますし、こんな立派な大人の女性になって真実の愛を見つけたんだっていう感極まった涙、いろんな意味の涙あったんですけど、そういうことを考えてその涙を流したんですよね。涙を流しているかどうかっていうことが重要じゃなくって、その人がどんな気持ちであるかとか、どういうふうにこう見えるかっていうことがすごく大事だと思う。
次に本番までに時間がない場合、例えばオーディションで即興で、じゃあ君ちょっと号泣してみてくれるって言われた場合、とにかく今すぐに泣きの演技を作らなければならない場合ももしかしたらあるかもしれません。俳優養成所に通っている時にどういう風に泣けばいいのかっていう訓練をしたんですよ。私が俳優養成所で習ったのは、なぜ泣いているのか想像するよりも先に体を泣いている状態と全く同じ状態にしてみるっていうのを習いました。最初にそれ知った時結構衝撃的だったけど、泣く時の体ってどうするんだろうっていうのが分からなくって、号泣している人の映像を見てみたり、ドラマとか映画とか見てみたりして、泣いている時のその表情とか呼吸の速さとか呼吸のリズムとか、どのくらい深く吸ってるのかとか、胸に吸ってるのか、それともお腹に吸ってるのかとか、そういう細かいところを観察して呼吸を先に作ることをしました。ベストなのは誰かのを観察してコピーするよりも、自分が実際に泣いた時に自分はどういう風な呼吸をしてるんだろうって客観的に観察することがすごくいいです。それが一番の近道です。いろんな泣き方があると思うんですけど、私の場合は胸に呼吸を入れて、なるべく細かく浅く素早く呼吸をすることで泣いているっぽい呼吸を作れるなと思って、そういう呼吸の練習からするようにしました。ちょっと今からやってみると、みたいな、口で吸うというよりも鼻でこうスピスピ吸ってみるっていうのをやってみたり、あとは途中で止めてみたり、本当に泣いてる時って泣こう泣こうとしているのではなく、むしろ泣かないように涙を止めるようにしようと思ってちょっと耐えたりすると思うんですよね。泣こうとするのではなく、あえてその行動を止めようとする呼吸も間に入れつつ、不規則に呼吸を吸ってみたり、涙を流さないように顔の一部に力を入れてみたり、例えば顎とか眉間とか首筋とか手とか力を入れて泣かないように耐えてみる、体の動きをやったりしていました。ただあんまりテクニックに走りすぎるとちょっと不自然でちょっと気持ち悪い感じになるので、やりすぎには注意しましょう。表情を作ったり呼吸を作る場合には鏡を見ながら練習をする方法もあるとは思うんですけど、そうすると鏡にとらわれすぎてしまうかもしれないので、私のおすすめのやり方は動画を撮影しながら泣く練習をするっていうのがおすすめです。こまめに動画をチェックして、この呼吸の時はこういう風に見えるんだって、客観的にどういう風に見えてるかっていうこまめにチェックすると早く上達すると思います。次が上級編の泣くお芝居。ある程度どういう風にして泣くお芝居を作ればいいかって言ったら、こういうポイントを気をつけてほしいんです。今までに2つテクニックについてお話ししました。まず1つ目が、なぜキャラクターが泣こうとしているのかっていう理由を考える。2つ目が、泣く時の体の動きを先に再現するっていうテクニックを2つ紹介しました。で、この2つがある程度できるようになると、陥りがちなのが、私はこんなに悲しくて泣いてるのよって泣くアピールをしまいがちなんですよね。本当に上手い俳優さんって泣いてるのよってアピールする演技はしないんですよ。お客さんの前でおいおい号泣してると、その俳優本人は泣いている気持ちに浸って気持ちいいと思うんです。だけど視聴者や観客はその泣いている俳優を見てドン引きするんですよね。泣きすぎじゃない、泣き顔キモくないとか、俳優が泣いていることではなくって、それ以外の表情であったり、なんか表情の汚さにとらわれてその物語についていけなくなっちゃうんですよね。自分が泣いていることに没頭しすぎてもいけないんですよ。上級者向けのポイントなんですけど、こういうことを意識してみてください。心で泣いても涙は流すな。これは私が劇団の舞台に立っている時にめちゃくちゃうまい演技派の女優さんの先輩から教えてもらったことなんですよね。私がウィキッドのネッサローズをしている時に、悲劇のヒロインというか悲しいシーンがあった、さっき説明したような泣くことに集中しすぎて物語からずれてしまっている、私は悲しいのよって、これはダメ出しなんですよね。気をつけてほしいのは、泣くのはお客さんで涙を流すのは俳優ではないんです。ちょっと難しいんですけど、涙がもう出そう、
もう悲しくて涙が漏れそうみたいな、涙が流れるまで感情を高ぶらせるのではなく、その一歩手前で止めるんですよ。俳優が一歩手前で感情を止めれば、お客さんは共感して、お客さんの方が涙を流すんです。そっちの方がいい泣きのお芝居なんですよね。本当に悲しい時とか辛い時って意外と涙が流れなかったりするんですよ。でも涙が流れないからって悲しくないかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよね。悲しくないから涙が流れないんじゃなくって、あまりにもショックが大きいと涙が流せないんですよね。例えば最愛の人、恋人とか結婚相手とか大切に思っている人が突然亡くなった時って、まあ、涙を流す人もいますけど、亡くなってしまったことを知った直後ってショックが大きいというか、事実が受け止められなくって処理しきれなくて頭が真っ白になったりっていうこともあると思うんですよ。例えばそういうお芝居を求められた時にすぐ泣いたら、本当に受け止めてる？本当にちゃんと事実としてこの人分かってるってお客さんは思うと思うので、まあ、涙を流すとしても、その前のお芝居を大切にして、この人はどういう気持ちなのか分析して、まあ、どういう涙を流すのがこのキャラクターとかこのシーンだとふさわしいのか考えて、考えるんだけど感情を高ぶらせすぎないっていう、そういうテクニックを使いながら俳優さんは泣きの芝居を作っています。次にNG な泣きの芝居、これはもう説明しちゃったんですけど、私は悲しいのよってこう号泣しに行く演技に浸るのは NG です。お客さんは俳優の泣いている演技テクニックを見たいんじゃなくって、登場人物の気持ちの移り変わりであったり物語を見たいと思っている人が多いと思います。もちろん中にはスター俳優とか有名芸能人、大好きな俳優さんが演じるものだったら何でも素晴らしいって思う例外もありますけど、基本的には物語の登場人物であったり作品を見ている人が多いと思います。なので俳優の勝手な都合で泣くわよっていうところを見せすぎると、すごくチープな演技になってしまうので、泣く演技に浸りすぎるのは NG です。さて最後に今後の課題について説明します。今後の課題というのは、今まで説明した、泣きのテクニックがある程度できるようになった時に、どういう風にしてバリエーションを増やしていくかっていう、応用編のテクニックについてこれからお話しします。今後やってみてほしいのは、泣く引き出しを多く持っておくこと。俳優は感覚の引き出しをいかにたくさん持っているかが大事です。一口に泣くお芝居といっても、いろんな泣く演技があると思います。悲しくて泣くときと、悔し涙と、嬉しい涙と、感動した涙、それぞれなぜ泣いているかっていう理由が違うので、表情も違って、じゃあどうやって泣くお芝居をそれぞれ作っていくかっていうと、日常生活の些細な感覚を覚えておくんです。俳優はいろんな作品とかいろんな役を演じる機会があります。でも俳優の演技のベースになっているのは自分の持っている感覚なんですよね。逆に言えば自分が全く想像もしたこともなくって、全く感じたこともない気持ちっていうのを演技にするのはめちゃくちゃ難しいんですよ。なのでありえない設定、例えばファンタジーとか SF とかの中で自分がどう思うかって考えるときは、いろんなテクニックがありますけど、身近なものとリンクさせてそこから広げていくテクニックもあるんですよね。なので、日常生活の中でどういう風に日々感じてるかっていう感覚を覚えておきます。それで、あ、こんな感覚あるんだって発見した時にメモをしておきましょう。誰かに見せるためのメモじゃなくって、自分の思い出すためのメモ、感情のネタ帳みたいなのを作っておくといいです。メモする時に自分はこういう風に感じたとか、強烈に印象に残ったこととか、どういう風にすればこの感覚を思い出せるかって分かるように詳細に書いておくのでもいいですし、絵を使ってみたり、そのメモを見たら、あ、あれのことねって思い出せるようにメモをしておくのがおすすめです。はい、ということでここまでで泣くお芝居について説明しました。本番まで時間がある場合、本番まで時間がない場合、上級編の泣くお芝居、 NG な泣きの芝居、今後の課題について説明しました。
これから俳優を目指す人や今俳優をしているけどもっとレベルアップしたい方にぴったりの内容になっているかと思います。また演技上達のテクニックについて動画配信をしようと思うので、いいねとチャンネル登録お願いします。じゃあまたね。今日も動画を見てくれてありがとう。質問やコメントお待ちしております。またチャンネル登録と高評価も忘れずにね。SNS もフォローしてね。